おごめん、大分の高知親方です。今回はですね、アイドルの写真集ということで、あ、ハロープロジェクトかなと思いきや、今回はちょっと違います。AKB48 グループのですね、まあ大阪の NMB48 の山本彩香ちゃん、アーヤンって読むんでしょうかね、の、卒業メモリアルブック最後の一色ですね、ごめんなさい、はい、についてですね、今日ですね、本も届いて、そしてなんとサイン本も届きましたということで、まあ今回ですね、まあハロプロ以外ということで、まあちょっと詳しくはないところで申し訳ございませんが、まあそんな中でもですね、AKB グループの中では、私は、注目していたメンバーでございますので、まあ写真集の簡単な感想とともに、そして、まあアーヤンのことですね、まあ個人的なイメージやこう PR や そしてエールなどをまあ今後送りたいと思いますので、どうか優しく心広い心でお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまずですね、プロフィールと個人的な印象について簡単にご紹介いたします。2002年の8月6日生まれの A 型、兵庫県ご出身ということです。まあね、大阪ということね、の NBB ですからね、近畿ということでございます。デビューはですね、2016年の6月にデビューをされたということで、まあ5期生ということらしいですね。で、ニックネームはこれ、アーヤンと読むんでしょうかね。ミヤネ屋ではそういうふうに呼んでましたが、まあ実は私はアーヤンかなとずっと呼んでました。これまあ余談ですけど、まあ大分県のイントネーションなんですかね。最初にアクセントを置く、一般ですと後藤さんっていうものを、大分では後藤さんというふうに今呼ぶイントネーションがあるのかなと。となると、堀内孝雄さんは、ペイヤンなんですかね。私、ペイヤンとずっと呼んでましたけど、まあ、それはどうでもいいんですけれども、まあ、彼女ですね、デビューして、まあ、5年ぐらいですけれども、まあ、いろいろ選抜も行、ね、されてメンバー入りもしてますけれども、2020年の5月のシングル、だってだってだってで、梅山ココナちゃんとですね、ダブルセンターを務めたということでございまして、で、結構、これからのね、まあ、次世代エースというふうに、まあ、こう、調べる限りはですね、呼ばれていたというところなんですけれども、まあ、2021年の3月、まあ、今収録しているところが、そうですけれども、まあ、今回ですね、その、アイドル活動をですね、および、まあ、芸能界を、まあ、引退、卒業ということで、次はですね、この、看護師の道へ進まれるという、ことでございます。というのもですね、まあ、一つこの影響となったのが、これ、お母様と、まあ、お姉様が、まあ、看護師らしいんですよね。失礼しました。そしてですね、まあ、特にお姉様が、呼吸器の、担当のですね、看護師ということで、まさにこう、コロナ患者、こう、最前線のところでですね、こう、命を守る活動されていることにこう、触発されて、もう私もこう、ね、頑張っていきたい、支えたいと。で、新型コロナって本当終わりが見えなくて難しいんですけども、まあ私自身も勉強して頑張って、一人でも多くこう、救えるように頑張りたいというこう、強い気持ちを持たれているということで、本当にこう、素晴らしいなというふうに思いますし、まあ、余談ですけども、まあ、私のあの、身内も、看護師でございますけど、本当、大変な思いをして、こう、ね、心配りとかもして、ね、そういうふうに活動している姿は、まあ、私もね、近くで、ね、見ていますので、なかなか正直、簡単な道ではないということは、もう本人も分かってますけども、それでもこう、結構、なんかいろいろね、リハーサルとか練習の間に、どんどん、主的に勉強して頑張って、ということはこうメンバーの証言でもあるようでございますので、ぜひですこの第二の人生本当頑張ってほしいなというふうに素直に思っております。で、まあそんなアーヤンですね、まあ私自身が初めて、お会いした、まあ、知ったのがですね、2019年の6月、阪神甲子園球場に私はちょっとプロ野球、まあ阪神ファンですから私、応援に行きました。で、その時にですね、ニクフェスタというのが
行われてまして、その時にですね、NMB48 から、この時はアーヤンとチッヒーですね、川上千尋ちゃんの2人がこう来てて、こうステージでパフォーマンスというかお肉を食べてこうレポートをしているのを見てました。当時の、動画、上がっております。フルで載せてますのでぜひご覧ください。で、ほんと2人とも可愛くて、特にですね、やっぱこっちね、チッヒーはどちらかといえば、まあ、あくまでも私親方個人の感覚ですけども、こうちょっと当時は髪も明るくて、こうヨーロピアンな感じで、こうモデルさんなんていう感じでですね、こうそれはね、チッヒーどちらかというと女性が憧れるような、こう可愛らしさが、美人さがあって、でアーヤンはこうどちらかというと和風な、目が大きくてこう癒しがあるような可愛さ、まあどちらかというと男性向けかなというふうに個人的には思ってますけども、まあ2人とも可愛いんですけども、特にこのアーヤンの方に私は、あ、今個可愛いなと。でしかもその後プロ野球選手の、阪神の選手のモノマネもして、あ、結構これやっぱ関西人か分かんないんですけれども、ノリがあるなと、これはちょっと面白いなと思いました。くしくもですね、この時というのは、その1週間前がですね、九州、まあ福岡と大分でモーニング娘。の全国同時握手会 ZDA というのが行われてまして、私も本当偶然というかミーハーな気持ちが出て、たまたまそのモーニング娘。のメンバーと握手してさ、ね、まあハロプロ、私の青春時代の、日本一のトップアイドル、ね、当時言われてましたけども、と今度 その翌週に、あ、 AKB48 グループのメンバーとも直接触れ合えるの、これはなんか運命だなと思いました。まあそれ以前にもですね、余談ですが AKB グループ、まあ私個人的にはもうまゆゆを、まあ地元に来て、ね、間近で拝見したこともありますしね、川栄里奈ちゃんとか小林静香ちゃんとかもね、見に行ったことありますけども、やっぱそのこの NMB48 をね、を見たのはこの時初めてで、まあこう運がいいというか、2週連続トップアイドルと会えて嬉しかったなというふうにも思います。まあ最終的にはちょっと申し訳ないんですけども、まあ本籍地はこうハロプロの方に、まあもともと私中学校時代好きだったというベースがあるのと、私の身近にハロー、同じハロータ、同世代のハロータがいるという存在があったので、まあちょっと本籍地はハロプロになっておりますけども、まあその中でも、この AKB48 グループの中で、注目してたのがアーヤンでございます。まあちょっとハロプロの土俵に持っていくとすれば、この、まあ、アーヤンじゃ誰に似てるんだろう、ハロプロでは。で、考えた中で、まあ外見としては、まあパッと思いつくのが、椿ファクトリーの小野瑞穂ちゃん、お水ですね。もう身長も多分同じぐらいで結構高いんですね。お水の方がちょっと高いね、162ぐらいあるのかな。こすらっとしてて、目が大きくて少し垂れ目がちで、髪も長くて、こう本当和の落ち着く癒しという感じでは本当に似てるなと思います。で、さらにですね、空手を実はやってるんですね、彼女。実際メンバー紹介とかコールするときは空手もされね、方もやるんですけれども、空手といえば、ビヨンズの前田心ちゃんですね。前ここね、えいって聖剣好きね、やってますけど、そういうかっこよさもあるっていうのが、こう素晴らしいなと思います。で今回ですね、卒業メモリアルブック、私購入したんですけども、なんと、サイン本の特典があって、しかも、さらに当選すると、こう、名前もね、実際動画の中で、私の名前も呼んでいただけるということで、応募したら、なんと当選しました。そのですね、サイン入れの喜びの、届いて喜びの様子をこの後ご紹介いたします。というわけで、いよいよ届きましたアーヤンの卒業メモリアルブック、最後の一色です。サイン付きということで、まあ中身は見せられないんですけれども、サインのところだけ見ます。じゃんじゃん、わお。ということで、本当ありがとうということで、こちらこそありがとうございます。まあ、実際配信を見てですね、そしてこうやって、まあね、正直なところ、こう、ね、アーヤンはもう、いよいよ芸能界も引退されるわけで、もう正直こう、サインをもらおうとしても、ね、カルテに行くもらうぐらいですかね。で、本当にまあ、貴重ということで、まあ、この最後の最後に、こうやって、
ですね、採用いただけたということは本当に嬉しい限りです。ありがとう。まあそんな感じでですね、興奮の中ですね、まあざっと、メモリアルブックを、ですね、確認をいたしました。まあ2021年3月3日ひな祭りにですね、リリースをされたブックでございます。でこのまあメモリアルブック、実は私初めて、まあ、手に取りました。まあ私の中のイメージですと、まあこの収録している前日にはこれハロープロジェクトのビヨンズと高瀬くるみちゃんの写真集をまあ手にしたんですけれども、まずそれと比べて結構こう本自体のサイズが小さめだな、コンパクトだなというイメージがございました。でさらにこうまあ個人的にはこうメモリアルブックっていうことまあ写真集のイメージで、だから 100% こうグラビアの写真があると思いきやそうではなくて、やはりこう雑誌風といいますか、まあファンクラブ開放誌とか、まあまさに卒業に向けたいろんな、コーナーがございます。まあグラビアももちろん、各種いろんなインタビュー記事、そして思い出を振り返るコーナーや、そして手紙のコーナーなどこうですね、様々いろいろあります。100の質問とかですね、いろんな趣味について語ってるコーナーもございます。まあこうグラビアではですね、このアイドル山本彩香としてのまあステージ上の姿はもちろん、それ以外のこう日常感あふれるこう撮影があって、こうやっぱ笑顔がいいですよね。目がこうやっぱ大きくて、個人的にはこうパッチリ二重まぶたの目が大きい子がまあタイプですので、まあ私もパッチリお目々なんですよ、こう見えて。はい、それはいいんですけれどもね、こう美しい、本当に日常感あふれる感じで、まあ個人的にはこの歯磨きをしている場面、オーバーオールかなんか着てですね、着てるところ朝起きて、これはまあツイッターでも事前に見たんですけれども、かなりこれはまあキュンとする、これはこうこのブックね、フォトブック、メモリアルブックならではのね、いいアングルだなというふうには思っております。またですね、インタビュー記事ではですね、いろいろ子供時代から、そしてデビューをして、そして卒業後こういうふうになってほしいというね、いろんな思いでございます。でまあざっとまあね、見てますけども、結構年の離れたお兄ちゃんとお姉ちゃんがいることとかですね、デビュー前にまあ残念ながら前の日に おじい様が亡くなられたとかですね、いろんな悲しい思い出もありつつも、そしてね、山本さや姉との出会いとかですね、いろいろ出ておりますので、このインタビュー記事は、かなり必見だなというふうに思っております。また現役のメンバーからのとかですね、歴代のメンバーからのね、アーヤンへの卒業のメッセージであるとか、また今回特別その5期のですね、同期でありますエースキャプテンね、小島かりんちゃんとの対談もですね、これはファンの皆様本当必見です。まあちょっと私はざっとしか見てませんけども、こういうね、二人がいてね、 NMB48 というのはやっぱりこう輝いてんだなというのは、ちょっとね、まあ本当にわかでございますけれども、それはね、感じることができました。また最後にはですね、お母様からの手紙、そしてアーヤンからの手紙ということで、これもね、必見ですし、いろいろ感謝の思いなど込められております。個人的な注目はもうね、とにかくお母様もアーヤンも字が綺麗、達筆ですね。こういう字が綺麗な方、男女と構わずですね、私はもう本当憧れます。というのも、まあ、アーヤン自身はですね、昔書き方ですね、書道とか習字をね、されてたということで、やっぱりね、こう、丁寧な感じで印象が良いですよね。この山本彩香の彩、彩るという字のこの、作りのね、右側の三本線の払いがいいですね。トンツントンツンって払いが。で、かっこいいなというふうな感じがします。まあ、それはね、どうでもいいんですけれども。まあ、この他いろんなですね、コーナーがあるですね。だいたい115ページ弱ほどのですね、メモリアルブックでございます。ぜひですね、これやっぱりこう、卒業に向けてですね、最後のこう、いろんな思い出を振り返りつつも、こう、未来へ向けた、こう、一歩となる一冊でございます。本当よくいろんなコーナーまとまって充実をしておりますので、永久保存版として、ぜひですね、多くの皆様に、ね、私もまあ正直そこまで、ね、NMB48 本当詳しくないんですけども、やっぱ欲しかったですし、あ、買ってこれ相当いろいろ楽しめるなと。ね、いろんなこう時間かけて楽しみ、ゆっくりこう読むと楽しそうだなっていう感じはしましたので、ぜひ皆様一度、手に取ってですね、ご覧いただけ、あれ。
ということでですね、まあ、メモリアルブックのまあご紹介や、アーヤンのご紹介をさせていただきました。本当にですね、こう、まあ、最後の最後にですね、こうやって素敵な本も出されて、で、まあ、個人的にはこの名前入りのサインもいただけるっていう、こんな幸せなことはないですし、まあ、ある意味じゃ、こう、もうちょっと応援して、ね、いればなっていうところの、まあ、反省は、まあ、ございますけれども、まあ、ただ、こう、アーヤン自身がですね、看護の道、新しい道にね、進まれると強く、望んでおりますので、本当それはですね、素直に応援をしていきたいなというふうに思います。本当にですね、まあ、ハロータではございますけども、本当あの、阪神甲子園球場であって、あ、この子やっぱ可愛いな、なんか面白いな、興味のあるなって本当ちょっと釘付けになってですね、陰ながら応援もさせていただきました。まあ今だから言いますけど、インスタで足跡もついたことがございます。本当にね、ありがとう、大きにというね、ありがとうの意味と、そしてこれからまたたくさんの人をまた命を救って、そして笑顔になっていただける看護の道へ進まれるということで、ね、これからも本当、まあ大分弁で一生懸命頑張っての意味で、しらしんけん頑張れという言葉をあーやんに、まあ、お送りします。本当にね、ありがとうございました。そして頑張ってください。ね、ありがとう。はい、ということで、本当にまあ、まあ、にわかでございまして、かなり浅はかな、紹介でございましたら、大変申し訳ございません。まあ、それでも最後までご視聴いただきました皆様、本当にありがとうございました。ね、よろしければ、チャンネルですね、いいね、高評価ですね、そしてチャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。まあ、いろんなね、このアイドルのこと、まあ、ハロプロ中心ではございますけども、いろいろとまたこれからもご紹介して、皆様と一緒にこの楽しんでいければなというふうに思っております。それでは、また今日も推しのために働きましょう。どすこい！